それでは、だいたい100個の望みを、この秋分の日と新月を使って、いつ叶えようかなっていうところで、だいたい7つに絞ります。今実は私、8あるんですけど、こんな感じ。ちょっと映っちゃうね。これだ。こんな感じ。こんな感じで、8つぐらい来ました。まあ、こんな風なのね。やってみればいいんじゃないかなと思うんですが、これからこの8つのカードを7枚にさらに絞り、7つにしていきます。で、7つにしていくときに、これもう大丈夫？あ、はい。こんな感じで7つ選ぶんですね。まず中心にちょっと皆さんにお見せするためにカードを裏返しにしていますが、中心に来るカードを1つ選びます。で、中心に来るカードを1つ選んだら、その周りにこういうふうに6枚並べていくんですね。で、並べながら多分自分の中で下支えになるものとか、上に来たらいいなって思うものとか、なんとなくその自分の感覚でどの場所に来たらいいなって思うのがきっとあると思うんですね。特にルールっていうのはないです。今自分の感覚を信じてください。大事なのはこのセンターに来るカード。センターに最初置きはしたものの、こうやって眺めてたら、やっぱりもしかしたらこれがセンターかもっていうふうにちょっとこういろいろ分かってくることがあると思うんですね。じゃあよろしいでしょうか。じゃあちょっとそういう感じで7枚選んでみましょう。また後